I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Hey, what's up? 山本です。私は今札幌市内をドライブ中です。運転中でございます。本日お届けする動画も札幌冬割を利用したホテルリビングの動画をお届けいたします。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私山本が旅の情報ホテルレビューをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。昨日はニューオータニイン札幌宿泊しておりまして、今回宿泊するホテルは札幌東急レイホテルになります。今ちょうど信号待ちなんですけども、ただいまの時刻12月26日夜中3時42分でございます。なんでこんな時間からよと、ちょっと諸事情があってこの時間から今動画回しているんですけども、これからチェックインします。うわー大変。山岡屋というラーメン屋さん、皆さんご存知でしょうか。そのラーメン屋とコラボした山岡屋ルームに宿泊いたしました。夏割の素材残ってると思いますので、この動画のどこかでそのお部屋様子ご案内いたします。前回は朝食食べずに昼食だけ食べたので、今回朝食付きのプランで予約しておりますので、朝食のレビューもお届けいたします。真夜中の出発につき私やってしまいました。何をやったかというと、ジンバル忘れちゃったなので今日お届けする動画、少し手ぶれがひどい動画になってしまうかもしれません。申し訳ございません。私の動画初めてご覧いただいた方、いつもであればもっとブレの少ない滑らかなヌルヌルの映像をお届けできるんですけども、今日はジンバルを忘れてしまいました。ゴリラポートというくねくねした三脚、これしかないので、これでちょっと歩きながら撮るとブレが目立っちゃうかもしれませんが、お許しください。他の動画はヌルヌルで滑らかな動画をお届けできますが、今日だけお許しください。それで本日は東急レイの駐車場止めてもいいんですけれども、少し歩いたところ、札幌市民の方ならご存知ですよね、市政館小学校の斜め向かいにでっかいタイムズあるじゃないですか。ここが日付変わって0時から当日の24時まで880円で、タイムズクラブカードをお持ちの方770円になるんですよ。なので今日はここに止めます。なんてだって日付もう超えてます。12時超えて3時44分ぐらいなので、もうこのまま駐車券取ります。イエス、駐車券取りました。まあ、なので今回これを使うことによって770円で止めることができますので、東急レイの指定の駐車場が確か隣のジャンボっていう駐車場があるんですけども、そこだった気がします。お、ちょうどいいとこ空いてんじゃん、ここにしよう。ただいまの時刻真夜中ということもありますので、一番近いところ空いてた、ここに止めます。で24時間止めて770円です。まあもちろん24時間止めないと思います。なぜなら明日も違うホテルに泊まらなきゃいけないので、明日は確か大通りエリアのホテルだったかなになりますので、ここはチェックアウトしたら車出します。まあ、なので一晩止めても770円、ただし日付超えた後からじゃないと、マイク落ちちゃった、日付超えてからじゃないとこの運賃適用になりませんので、ご注意ください。それではこの後は歩いてホテル向かいます。駐車場出ました。信号の調子が良ければ1分ぐらいで着きます。今のところ信号青なので、あれが点滅しなければ1分ぐらいで着きます。そしてただいまマイナス10度ぐらいあるんですよ。やっぱ寒いな。前回新千歳空港降り立った時はマイナス7度ぐらいだったんですけども、その時はやっぱり久しぶりに札幌帰ってきたぞっていう興奮があったので、全然寒く感じなかったんですけども、今かなり寒いです。ここが札幌東急レイホテルというホテルになりまして、その奥には毎度なじみの日課の看板であったり、今は解体工事して更地になっておりますが、旧すすきのラフィラ、ここの跡地がございます。ただいまこの入り口入れないと、入れないよねこの入り口、この入り口入れません。なので今日は正面玄関から入ろうかなと思います。マジで寒いわ今日。札幌市民でも寒いなと思わせる気温、そして髪が長すぎてやばい、いつになったら髪切れるんだろうか。それでは入りましょう。マスクして、いやジンバルないと軽いわいつもジンバルだけで1キロぐらいありますので、
合計いつも2キロぐらいの機材を持ち歩いて撮影してるんですけども、今日はジンバルを忘れてしまったので1キロ分ぐらいは軽いです。よしと、あ、寒い、もう寒い寒いばっかり言ってすみません。それでは中入ろうとは思うんですけども、いつもだったらこれにずらーっとタクシー並んでるんですけども、全然並んでね、もちろんもう4時っていうこともありますので、そうなんですよ、もう4時なんですよ。寒い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 。それは中入ります。意外に手ぶれないな、もう手ぶれに注意して歩いてるっていうのもあるんですけども、ここがロビーになっております。それでは真夜中4時ですが、チェックインします。チェックインが完了しました。ちなみに今日は日付変わって26日です。いつまで釣り連日してんだろうな。この動画が出るこれにはもう間違いなくクリスマスシーズンとは無縁です。そしてこの奥がレストランプラザということで、いろんなレストランがございます。個人的におすすめは、あ、コートドールのケーキ美味しいですよ。ここ美味しいです。自分の母校の近くにもお店があるんですけども、時々食べてました。もちろんケルンとか海洋ってここら辺有名ですね。あとは串取り番外市、ここも有名です。ただもう時間が時間ですので、もうこの時間帯は入ることができません。で、1階にはお土産屋さんがありまして、先ほど冒頭でもお伝えしたんですけど、以前山岡屋ルームコラボがあったんですけど、今は R1 のコラボルームが行っているみたいですけども、残念ながら本日は普通のお部屋になります。それではお部屋上がりましょうか。今回は6階のお部屋になります。 R1 ばっかだな、これ。山岡屋ルームの時は本当に山岡屋山岡屋山岡屋っていうから山岡屋一色でした。ちなみにカードキーを渡すとこのような特典があるみたいです。ちなみに今回札幌東急レイホテル宿泊しているんですけども、系列に札幌エクセルホテル東急というホテルもありまして、そこもこれらのメンバー特典ございます。あとは私今回東急ホテルズのコンフォートメンバーズ入っておりますので、チェックアウトも12時までですし、あとは OTA のサイトから予約したんですけども、レイトチェックアウト1時間延長になります。本日は6205室禁煙部屋です。オープン、お、もうライトついてます。それでは早速ですが、お部屋の紹介します。まず入って右側、ハンガー、上に枕があって、下に金庫、館内着、スリッパございます。ズボンのプレッサーがありまして、消臭スプレーや靴磨き関係、ブラシです。そして今回ツインルームなんですけども、1人なのでまあどっちでもいいかな。そして空気清浄機がありまして、テレビ32インチ、机の上はリモコンとその案内、引き出しの中には鏡とランケーブルと施設の案内です。レストランは1階サウスウェストという場所になります。コインランドリーであったり自販機、製氷機もございます。ランドリーバッグがありまして、机の上にはここにコンセントございまして、禁煙ですよと。あ、これこのホテルにもあったか。スマホで簡単薬無料送迎、札幌中央卸売市場にあります北のグルメというところの送迎バス予約することもできまして、おそらくここでは買えないかな。でも察しがないから無理か。ホテルによってはここの海産物注文できる用紙があるんですけど、このホテルにはなさそうです。この中にはポットとコップであったりお茶っ葉など入っておりまして、で、冷蔵庫は空っぽです。そして机の上にはお水が2本ございます。で、これがソファーベッドになるのかな、そんな感じするよね。これここにコンセントがありまして、ライトのスイッチこれですございます。真ん中にもライトのスイッチございまして、ここがマスター電源になってるのかな。マスター電源という変な言い方だな。あ、これが両サイドのメインベッドのコンセントで、先ほどは多分ソファーベッドになるんでしょうね、あれのコンセントではないかと思います。ルームライトがありまして、下にはマッサージの案内です。それではこの後水回り紹介いたします。水回り、うーん、ちょっとこれね、段差あるのなんか嫌だなと思うの私だけでしょうか。あ、ただお風呂の中はかなり綺麗ですよこれ。あ、そうだ、ドライヤー忘れてた。やっぱりパナソニック多いよね、ドライヤー。で、歯ブラシがあって、これなんだ、シェービングクリームと、あとカミソリとボディタオルございます。ちなみに櫛であったり、ここには書いてないんですけども、櫛とシャワーキャップかな、これは1階にあるということでした。あ、綿棒も下にあったかな、後で見に行こう。先ほど見た際はヘアブラシとシャワーキャップしかなかったので、これら使わないからいいやと思ったんですけど、綿棒がない。
綿棒を使う人間なのであった方が良かったな。スティーブン・ノルというブランドです。ニューヨークのトップヘアスタイリストだそうです。それでは水圧いきましょうか。水圧は問題ない。ただ誰かの髪の毛ここに残っておりました。私は全く気にしません。これで嬉しいのがこれ温度調節。あとはあこれグリグリグリってできるタイプじゃないな。上もそうですね、調節できるタイプではございませんでした。あと床暖入ってる。ここだけ窓からの眺めはこのようになっております。目の前は F4 号ビルというビルになっておりまして、その奥にはノルベサの観覧車ノリアがあるんですけども、ただいま4時真夜中ですのでもちろん営業は終了しております。これがいい時間帯だったら観覧車ライトアップされてとても綺麗です。それではもう時間も時間なのでシャワー浴びてさっさと寝ます。おはようございます。朝になりました。めっちゃ寝不足で頭痛いけども頑張っておきます。レストラン到着しました。前回こちら泊まった際は朝食なしのプランで予約して朝食食べずに昼ご飯食べました。どんな朝食でしょうか。行ってきます。食事メニュー紹介します。すごい北海道型目玉焼き、他には道産卵のスクランブルエッグ、北海道産ホッケの味噌焼き、珍しいですわこれ。味噌焼き北海道もなかなか見ないです。ソーセージ、ザンキ、あこれ美味しいなきっと、見ただけでわかる。これがベーコン、バターコロッケ、そしてこちらがエビシューマイ。あ絶対美味しい。インカの目覚めのフライドポテト。インカの目覚めは甘みが全然違います。他の男爵芋やメイク芋などと。ハンバーグ、ナゲットみたいな色してます。そしてハンバーグ用でしょうか、チーズソースと梅酒ソース。続きましてコーンスープ、七つ星のおかゆ、ボタニカルカレー、そして焼き海苔とふりかけ。このふりかけもすごい。ウニふりかけ、ジャガバターふりかけ、でこちらが北海道産七つ星新米です。お茶漬け用の昆布だし、これいいですね。ご飯のお供、紅鮭の石狩漬け、甘エビの塩辛、ホタテ昆布、イカの山椒漬け、釜揚げしらす、いろんなのあります。ホタテの塩辛、じゃこれがタラコか。タラコのこれがホタテの塩辛に甘エビの塩辛、こっちか、甘エビの塩辛、ホタテの塩辛、そしてお味噌汁です。トッピング用キノコの水煮、長ネギ、油揚げ、とろろ昆布、コーヒーマシンがあって、オレンジジュースと美瑛牛乳。これスーパーでも売ってるんですけれども、気持ち高めです。これ美瑛牛乳、そしてリンゴジュースにウーロン茶、札幌の美味しいお水、水道水なのかな。そしてヨーグルッペ、あヨーグルッペか、懐かしい。皆さんヨーグルッペご存知でしょうか。カツゲンともまた違うんですよ。そして他トマトジュースがあって、サラダコーナー、オニオンスライス、プチトマト、レタスにブロッコリーにポテトサラダ、コーン、人参にミックスビーンズ、切り昆布、そしてここはお漬物にとろろ、切り干し大根ございます。梅干しがあって厚焼き卵、北海道産大豆の冷ややっこ、絶対美味しい。あこれも美味しいじゃん、北海道産丸大豆の納豆。これ温玉、そしてパンコーナーです。ミニフランス、食パンに豆パン、バターロールにベルギーワッフル、クロワッサン、パンオショコラがあるんですけども、ただいま品切れ中です。パンオショコラ焼きたて。デザートコーナーです。北海道産美瑛牛乳のミルクプリン、これ絶対美味しい。パイナップルにバナナにオレンジ、函館からのプレーンヨーグルト、これも美味しいでしょ。マンゴーソース、ブルーベリーソース、キウイソース、一通り料理持ってきました。カレーに目玉焼き、ご飯、味噌汁、納豆、サラダ、オレンジ、ヨーグルト、牛乳プリン、ホッケの味噌焼き、ザンギ、バターコロッケ、ハンバーグ、インカの目覚め、ベーコン、厚焼き卵に冷ややっこ、
ワッフルにパンオショコラ。パンオショコラは焼きたてです。いただきます。あ、懐かしい。これよ、カツゲンとも違くてヤクルトに近いです。カツゲンはカツゲンなんですよ。乳酸菌飲料でヤクルトでもないしカルピスでもないし、カツゲンはカツゲンですけど、これヤクルトに近かったです。それではサラダからいただきましょうか。久しぶりにごまドレッシングで食べたい。やっぱりごまドレうまいわ。バターコロッケうまいな。じゃがいもの甘みがしっかり詰まった味で、ザンギ好きな味、ジューシーでニンニクの風味もピリッと効いて、一見朝から食べるにはくどそうかもしれないですけども、バランスがちょうどいい。これはうまいな。ホッケの味噌焼き、あまりホッケを味噌焼きで食べることがないので、どんな味なんだろう。普段ホッケ食べるとしたら醤油が多いですけども、これもう醤油とかかけなくてもしっかり味が染みてる。インカの目覚め、これは美味しいよ。甘みが全然違うのよ。なんでこのインカの目覚めって美味しいんだろうな。甘みが全然違う。芋本来の芋そのものって感じ。道産大豆の冷ややっこ、あ、うまいわ。久しぶりに冷ややっこ食ったけど、やっぱり目が北海道の形した目玉焼き。ただね、残念ながら道東の方がないんだよ。知床とか根室とかそっちの方が惜しいよね。道南の方食べましょうか。道南、味は普通の目玉焼きなんですけども美味しい。それでは富良野ぐらいから箸刺しましょうか。富良野に箸刺して、あ、一番好きな感じ、半熟すぎず硬すぎずっていうのが自分が好きな卵なんですけども、これはまさしくそれです。札幌から留萌長万部あたりまで一気に食べちゃいます。うめえわ。久しぶりに目玉焼き食べたけど美味しいですね。それではお次にカレー行きましょうか。カレー、野菜カレーということなんですけども、野菜は入ってなかったです。スパイスが効いてピリ辛で美味しいな。これザンギカレーにしたらいいかも。これをここに乗っけてザンギカレー、これは美味しいでしょう。カレーとザンギめっちゃうまい。パンショコラ焼きたて、持っただけでわかる。あー、うまい。サクサクで最高だなこれ。美瑛牛乳、美瑛牛乳を使った牛乳プリン、やばいよこのプルプル丼。ほらこれは絶対美味しいでしょ。だからこんなにてんこ盛りで持ってきました。あー、めっちゃうまい。最高。牛乳の甘さ、この寒天からこのプルプル感、全てがたまらない。派手さはないけれどもシンプルに美味しい朝食でした。なんか追加で持ってこうかな。パン持ってこよう。パンがすごい美味しかった。ごちそうさまでした。もうこんな時間です。1時間ぐらいゆっくり時間かけて食事してました。そしてこの後11時半からランチバイキングがあるんですけども、なんと2000円なんですよ。しかも土日はローストビーフ出てきます。以前札幌夏割で宿泊者サインも土日にかけての宿泊だったので、2000円でローストビーフ付きのランチビュッフェいただきました。すごくコスパ良いのでこれおすすめです。今チェックアウトの時間帯ということでこれぐらい並んでるんですけども、私東急レイホテル、東急ホテルズグループの会員ですので、12時までのレイトチェックアウトが使えます。あと1時間ゆったり過ごしてこの後チェックアウトします。ホテル内のお土産品店来ました。ジャガポックル、これ美味しいですよね。冷蔵商品もほとんど今なくて、まあ、実は白い首とまだいっぱいありますけども、他の商品もこのようになくなっております。やはりこのショップでもスマイルクーポン使えるということもありますので、やはり人気のお菓子からどんどんなくなっていってるなっていう感じがします。エレベーターに乗り込みました。めちゃくちゃ人いっぱいいた。やはり11時もうチェックアウトの時間間際ということで、もっとなのか、今20人以上チェックアウトで並んでます。チェックインで並ぶっていうのはよく見るんですけども、チェックアウトでもかなり並んでる状況です。今回私このカードを持っておりますので、レイトチェックアウト12時まで使うことができます。これ年会費無料ですのでおすすめです。しかもありがたいのがこれ、旅行会社からの予約でもポイント加算で今440ポイント残っておりました。以前の札幌夏割の時に泊まったポイントがありますので、そのポイント有意に使わせていただきました。部屋に戻ってきました。チェックアウトの準備もしました。今回はレイトチェックアウトできるということだったので、ゆったり使うことができました。会員登録無料ですね、おすすめです。それでは本日も素敵なプレゼンありがとうございました。チェックアウトします。
ちょうどあそこら辺にクリスマスツリーあったような気がする。昨日なくなってる。あ、もうクリスマス終わりましたから、それでは出ましょうか。風が強そうやな今日は。いやいや、風云々の前に、マジかマジかマジか、昨日までクリスマスツリーだったのにもう急に門松。そうか、今日26だからもう少ししたら年越しか。早っ。この動画が出る頃にはもう2022年超えて1月2月3月ぐらいだとは思うんですけども、もっと遅いかもな。いずれにせよいつ出るかは分かりませんが、気長にお待ちください。この後クーポン使いに行くんですけれども、ちょうどホテルの目の前に良さげな場所あるんですけども、やってかあれちょっと見てみます。なんとクローズ。ただ近くに本店がありますということなので、こっち行ってみましょうか。到着しました。たぬき工事の5丁目にあるビルの2階になります。 F ドレス5番街ビルの2階になります。あ、沖縄料理のお店もあるんだ。とりあえず2階行ってみましょうか。マシン調整のため2時半オープン、あと4分。超おしゃれな内装。今回の席たぬき工事ビューです。注文しました。先ほどもお伝えした通り今日は2時半オープンということで、実はエレベーターホールのところに何名か待たれてて、僕が先に入っちゃったみたいで、2時半過ぎたらもうすでに他のお客様5名ほどいらっしゃいます。超人気店。メニューを紹介します。こちらのお店ソフトクリーム4種類もあるのか、すげえな。北海道牛乳のソフトクリーム、チョコレートのソフトクリーム、濃厚ピスタチオのソフトクリーム、そしてフランボワーズのソフトジェラート、4種類ある。はいはいはい。釧路根室さんの特選牛乳、わあいいね、楽しそう。こちらパルフェブラン、いちごと和栗と白。おお、すごい値段、税込み2310円。他にはパルフェソレイユ、ショコラバナ、これめちゃくちゃ美味しそうやな。いちご尽くし2200円、ピスターシュ、ぶどう、贅沢ぶどう、チョコレート。あ、これはあれか、ぶどうの量が多くなってるよってやつか。はい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 。おマジか。いちごの気分だったんだけども、いちご価格高騰のためしばらくの間ご提供をお休みしますということで、残念ながらいちごはないので、もしいちご食べるならこれかな、いちご尽くしになるのかな。他にもこれストロベリーエモーション、これもあるみたいです。メニューですが、パフェであったりドリンクだけかなと思ったんですけど もうドリンクはドリンクでもピスタチオラテ、ほうじ茶ラテ、ハーブティーとかもある。しかもいろんな種類あるし、すごいいっぱいだ。でまだあるんですよこれ、お酒、スパークリングカクテル、ジャパニーズカクテルとかも、竹鶴モヒート、フルーツサンド、これもあるのか、すごいよ。バナナ、ミックスフルーツ、イチゴやらマンゴーやら、うわめちゃくちゃ美味しそうこれ。いろんなのある。最後がドリンクの単品のページで終わりです。到着しました。これはね美しいわ。何が美しいかって、このソフトクリームの巻きが美しい。わかりますよこの美しさ。早く食べないと溶けちゃうんだけども、これはすげえわ。ほらこの白と黒、バニラと、バニラじゃない、これ牛乳ソフトが、牛乳ソフトとチョコソフトのこのグラデーションがすごいよ。まずはこの牛乳からいこうかな。絶対うまいじゃん。すごいこれ超あっさり、牛乳感いっぱい伝わってくるし、まあ、でもこれやっぱりあっさりがいいね。くどくないのでたくさん食べられるそう。うん、これはすごいわ。次チョコ。チョコは5種類のチョコをブレンドして作っているそうで、生チョコのような食感を味わえるということでした。これチョコに深みがあるわ。これビターめのチョコなんですけども、やはり5種類がミックスされているみたいなので、いろんなチョコの味わいを楽しむことができるんじゃないかな。今回はこの中に何入ってるんだろうな。メニュー表を見ると自家製ガトーショコラ、ブラックココアのチョコソース、チョコレートクランチ、サクサクフィアンティーヌ、フランボワーズ、イチゴのソースがあるということだったので、まずこれがな、チョコのクランチ、横にくっついたやつ、これザクザクのクランチの食感楽しむことができるので、いやこれはうまいな。開店5分で10人以上このお店に来る理由が分かりますわ。マジでうまい。この下にいろいろと詰まっているので、
メニュー表にはいちごのソースって書いてるんですけども、これいちごじゃな気する。いちごが先ほどメニューページはいちご高騰してるからメニュー中止してるよってあったんですけども、いちご入ってた、おいしいな。ごちそうさまでした。以前ここに PCR 検査場あったんですよ。もう動画はすでに消しちゃったんですけども、オープン初日にここ PCR 検査受けに来たらお店変わっておりました。半額専門店、例えばこれ5キロのおぼろ好き1200円、カルピス70円、ウェルチも70円。えすごい、ええしか出てこない、マジか。ちょっとこのお店覗いてみましょうか。こんなお店あったんだ。4ヶ月間札幌離れてる間にだいぶ札幌の様子も変わった。食品以外にもちっちゃい家電だとかこういったのも売ってるみたい。雪、風ともに強い、そして寒い。東急レイホテルの前に戻ってきました。今日はこのような天気なので、今新千歳空港も滑走路1本止まってるみたいです。そして今日12月26日北海道エアシステムのサーブ340機、これがラストフライトを迎える予定だったんですけれども、私キャンセル待ち言っておりましたが、すっかり忘れておりました。結果的にはキャンセル待ち降りては来なかったんですけれども、該当のフライト欠航になったみたいです。本来は釧路から札幌行きのフライトが最後のフライトになる予定だったのが、函館からの1本前の便、これが最終フライトになったみたいです。この動画果たしていつ出るのでしょうか。わあ風強い、やばいなこれ、寒いよ。おはぎ専門店、お花、いろんなおはぎございます。雪だるま、ミルコ、三つ娘、ベリーハッピーなどなどなどございまして、下の段行けば定番のこしあん、つぶあん、きなこあります。私そこまであんこが得意というわけじゃないんですよ実は。なので今回はこれら買わずにさつまいものあんが入ってるみたいで、めちゃくちゃ美味しそう。ここが東急レイホテルの1階レストランプラザにございます。おはぎ買いました。外出たらもうこのありさま、カメラじゃ分かんねえか。結構風強くて今顔にバチバチ雪当たって大変な状況。先ほどもお伝えしましたが、今新千歳空港滑走路1本閉鎖になっているということだったので、風が強いのが厄介かな。しかも正面に向かってくる雪なのでなおさら厄介。この後は車戻ります。ただいま3時半ですが料金880円です。銀座とかで泊まったら10分20分でこれぐらいの金額しますよね。タイムズカード入れるとこれが770円に変わりました。今回は東急レインホテル宿泊いたしまして、札幌冬割3泊目にしてやっと朝食付き1人当たり1000円、そこからクーポン2000円という一番神がかっている料金で宿泊することができました。東急レイのポイントカードございまして、東急ホテルズグループのポイントカードなんですけども、これがすごく便利なの。何が便利かというと、他社サイトからの予約でも会員特典生かすことができます。例えばマリオットとかもこれできないじゃないですか。最近なんで楽天からやればなんちゃらかんちゃらってのはあるみたいなんですけども、基本的にはマリオットのサイトからであったりホテルのサイトから予約しないと会員特典生かすことができないんですけれども、東急ホテルグループはこれが他社サイトでも OK ということで、年会費無料のカードなんですよ。でこのカードを使うことによってチェックアウトが11時から12時まで延長になります。本日は12月26日日曜日、昨日は25日土曜日ということでかなり混み合っておりました。なので朝食会場もかなり混み合うことが予想されますとスタッフの方もおっしゃってましたし、実際にチェックアウト時刻の11時になると一つのエレベーターに 5,6 人乗ってゾロ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 とチェックアウトに並ぶ方々がいっぱいいまして、エレベーター4機あるんですけども、ほとんど全部満員状態で降りてて、チェックアウト待ちが20人以上並んでいるような状況だったので、今回のレイトチェックアウトは本当に役に立ちました。12時チェックアウトだったので、チェックアウトする際は何も並ぶことなくサクッと終わりました。他には朝食も10時で終わりなんですけども、10時に料理下げますよということなので、のんびり食べてもいいですよということをスタッフの方おっしゃっていただいたので、今回1時間ぐらいかけてゆっくり食事取ることができました。今回動画撮るの忘れたんですけども、焼きたてのクロワッサンもいただいたんですよ。サクサクで美味しかった。パンオショコラも焼きたてでサクサクで美味しかったし、パンも美味しいし和食も美味しいし、海産物食べたいなって方には向いていないホテルではあるとは思いますが、それ以外で、ね、面白かったので、あと BA 牛乳、まあ、正直普通の牛乳ではあるんですけども美味しいですね。カツゲンがない代わりにヨーグルッペがあったりだとか、ちょこっと変化球じゃないけれども、もうエース級はいないけれども他のオールラウンダーで勝負するよというような
食事かな。ここは食事実は1900円なんですけども、ランチバイキング2000円なんですよ。全然値段変わらない上に、土日に行けばローストビーフ食べられます。前回札幌夏割宿泊した際は朝食なしのプランで予約して、スマイルクーポンをランチビュッフェに、ランチバイキングに充当してランチ食べたんですけども、めちゃくちゃ美味しかったよ。なので札幌市内で一番お得にローストビーフを食べることができるホテルのバイキングじゃないかなと思います、ここのホテルが。なので今日も行こうかなと思ったんですけども、11時ぐらいまで朝食食べてたので諦めました。お腹の許容量がもう限界を迎えておりました。また今回はコンフォートツインのお部屋予約しましたが、やはり広々使うことができたので真夜中に入りましたが、もうすぐ寝てすぐ起きて朝食ということで、あまりくつろぐことはできなかったんですけども、いい滞在を行うことができました。今回のホテルレビューは以上になります。また今日もこの後別のホテルに移動いたします。それでは皆さん、ぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際のリフレ、皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ちょうど信号赤。それではバイバイ。